おじさんなんですよ最近は本当に。なるほどね。そう、あ、なんか丸々ちゃんのこういうとこかわいいな、ああいうとこかわいいなとかいっぱい考えちゃうんですけど、はいはいはい、そこを考えてるだけならまだしも、口に出す、はいはい、もうセクハラするのが若干趣味になりつつあるので二人には友達として僕のこのセクハラ欲が高まった時にセクハラをしてもいいという対象であってほしいなっていう悩み。いや無理だよ。なるほど。なんでよ。やだやだろ、こんな近しい友達にセクハラされるとか。どんな、どう、いや、それがいいんだよ僕と。もうやっぱスバオカってもうね、こう男の友情芽生えちゃってんの正直。知らねえよ。なるほど。でもそこを改めて、いやでもね、そこに何かこう見出していきたいところあるじゃん。そうですね。青く言う。そうそうそう。青く、はい、あの意見を言ってもいいんだよ。違うなと思ったら言っていいんだよ。意見ですね。意見も言っていいんだよ。岡谷先輩にセクハラされたいです。おい。はい。イエーイ。やるな。やったじゃねえ。横揺れすな。やった。あれ。いや、本当されたいんじゃないですか。いやいや。先輩も。されたい。お前なんか強く出るようになってきたな。許してくれるって分かったんで。あ、なるほど、ね。全然大丈夫だよ。いや、それ。全肯定。例えばどういうセクハラをしたいわけ。例えば青くだったら、うん、はい、うん、なんか今かっこいいジャケット着てるじゃん、うん、そうだね、はい、かっこいい、うん、かっこいい、普通に喋ってるのに、うん、途中で急に青くのそのジャケットの中に手入れたいとか。きめで、どうして、そのぬくもりを冷めぬ間にスバルちゃんにタッチしたい。きまーなんでだ、きまーきまーって言われた。きまーって言われた。いや、わかります。僕も、あの、キモいって言われたい方なので。青く言う？青く言う！わかるよね、やっぱ。わかりますね。じゃあ、そうだね、青く言うはどういうセクハラがしたいの、ちなみに。あー。え、お二人にしていいんですか？いや、まあ、あの、一回ね、その、いやいや、提案だけ聞く。いや、いいよ、じゃないよ。一回提案だけ聞きましょう。チュー。行かないで、行かないでよ。スバルちゃんもちゅもちゅ。うわー、キモ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 キ。グリグリグリ。いやー、こちゅぐらい。そうですよ。いいじゃないですか、ちょっとくらい。いやいや、等間隔で並ばせるわマジで。もう危ねえな。なんでですか。いや、ふざけんなよってくんなマジで。減らないじゃないですか、そんな。経験値が増えるだけ。いや、経験値が増えるとかじゃねえんだよ。経験値、お前何言ってんだ。え、じゃねえよ。ふざけんな、お前綺麗な顔しやがって。褒められちゃった。褒めてねえよ。